CFB, CFC, CWB 及び CWC の分布図正岩海洋性気候とは、欠片の気候区分における気候区の一つであり、温帯に属する。記号は CFB と CFC であり、C は温帯、F は湿順、B、C は夏の気温が低いことを示す。なお、温暖湿順気候との際は夏季における気温のみである。 本来はヨーロッパ西岸において北大西洋海流の影響を受けて形成される気候であるが定義上当てはまる地区が世界中に散在している。アリソフの気候区分にも同名の気候帯があり、欠片の気候区分と同様の気候帯を示す。夏はさほど暑くならず、また冬も高緯度の割には気温が下がらない。 海洋からの偏西風の影響下にあるため、気温の年角差は小さい。降水量の年角差も小さい。CFB は、温帯夏、冷涼気候、または、植生から、ナ気候と呼ばれている。対して、夏季短期かつ気温も上がらない。CFC は月平均気温摂氏10度以上に達する。月が1年のうち3ヶ月もしくはそれ以下で、 一年のうちで9ヶ月以上も冬季で占めており、温帯でも極めて冷涼なのが特徴であることから、極温帯気候と呼ばれることがある。また、一年のうちの大部分が冬季で占めている上、夏季短期かつ冷涼の条件が亜寒帯気候の条件とよく似ていること。食生面でも亜寒帯気候との共通点も多いことから、海洋性亜寒帯気候、もしくは、 海洋性ア北極気候と呼ばれることもある。大陸西岸で緯度40度から60度ほどの比較的高緯度の地域に分布する。ユーラシア大陸西部のほかチリ南部、オーストラリア大陸南東部、ニュージーランド、太平洋岸北西部の沿岸、アフリカ東部など。特に CFC は、シェットランド諸島、アラスカ州南海岸やアイスランド南部、さらには、 ノルウェン北部の北極圏内、北緯70度近くにまで分布する。大陸東岸においてもアメリカ合衆国のアパラチア高原地域で見られる。ただし、これは周囲の平地が温暖湿潤気候で、高地にあって夏の気温が低いためにこのような気候になるものである。同様な要因で熱帯地域の山岳部にもこの気候が現れる地域がある。また、 南半球では、オーストラリア大陸の南東部や、ニュージーランドもこの気候である。これはオーストラリアが大陸としては小さいため、東岸においても大陸性気候の特徴が、それほど強く現れないためである。その他、後術の日本北部の一部地域のように、温暖湿潤気候から亜寒帯湿潤気候への移行部にもこの気候が分布する地域があるが、 冬の寒さの厳しさなど、他の西岸海洋性気候の地域とは異なる面がある。西岸海洋性気候に属する観測地点が存在するのは以下の市町村である。夏は涼しく、冬も暖流と偏西風によって暖かい空気が送られているため、大陸東岸よりは井戸のありに寒くない。メルボルンなど乾燥帯に近い地域や、 ヨーロッパでも地中海性気候との境界部では、夏は乾燥帯や低緯度側から熱風が吹き込むため日、格差が大きく最高気温が摂氏40度を超えることもあるが、冬は温和となる。これ以外の地域では、夏の暑さは厳しくなく過ごしやすい。この気候は別名を、ブナ気候という。それは、ブナ、ニレ、オークなどの落葉紅葉樹や、高地、高緯度地域では、 新葉樹が生育しているためである。日本では、西岸海洋性気候に分類される地域と、ブナの北限が近接している特徴がある。褐色森林土という肥沃な土壌が分布している。CFB 地帯では、あまり暑くならず過ごしやすい。夏には良質な牧草が育ちやすいことから畜産と農耕を組み合わせた、混合農業や落農が盛んである。 西ヨーロッパでは、地形の影響で内陸までこの気候が及び、河川流量が一定で、水上交通が古くから発達したことなどが、産業や文化を発達させたとも言われている。欧米をはじめとする西洋文明はこの気候によって、育まれたという面も大きい。CFC は冬こそ、積雪が寝雪にならないものの、月平均気温摂氏10度以上の持続期間が3。 過月以下で濃厚が困難なため牧羊などの畜産が中心となる。シェットランドシープドッグもこのような気象条件の中で北欧のシープドッグを荒廃させて生まれた。ありがとうございます。